京都ファッション2023開幕戦京都大会へようこそ。ドラゴンゲート春の名古屋ドーム決戦で愛知県体育館大会が5月5日に迫ってまいりました。選手たちのテンションは最高潮に上がっております。果たして本日何かが起こるドラゴンゲートの首都 KBS ホール、どんなドラマが皆さんを待ち受けているのか、あなたはその目で僕とご覧あれ。それではドラゴンゲートプロレスリングザ・ゲート・オブ・ファッション2023開幕戦京都大会始まりです。
者、いや、おい、ミノラコータ、おい、次期ドリームゲートチャンピオンはミノラコータで間違いねえよ。おい、今の気持ちを聞かせてくれや。まあ、トライアングルゲートを無事妨害して、次は個人の戦いということで、 4.5 東京後楽園ホールで菊田と次期挑戦者決定戦やって、そこで勝って 5.5 愛知県体育館でシュースカイウォーカーの前に俺が立ちます。まあ今日はその前哨戦といえるカードのメインイベントで決まってるんですけど、まあタッグパートナーは菊田まどかということで、まあそんな関係なく、俺が前哨戦でシュースカイウォーカーからスリーカウント取りますんで、応援よろしくお願いします。よし、よく言った、貴様の気合は伝わったよ。おい、確実に刻んでくれよ。おい、ということで第1試合、おい、吉田隆、影虎、進む、堀口元気、大和、ドラゴンキット、かかってこいや。チキチキチキ、大和、ドラゴンキットは仲間でしょ。おお、はい、
か、ゴブゲンか。Fuck yeah!